どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ続きやっていきましょう。細かい話を終えて俺たちは生徒会室を出た。学園祭の参加は認めてもらえてまずは大事な一段落だ。こっから先が本番なんだけど、肩の力を抜いてもいいよな。部長、どうにか通りましたね。でもまだまだだよ。売上1位のためにも気合を入れる。できることはすべてやる。何？あのもう一度言ってくれますか。売上1位のためにも気合を入れる。できることはすべてやる。怠けたら負けだと思っている。おお。部長さん、どうしたの？サンドの飯よりグータラが好きなのに。何か悩み事があるんですか？私でよければいつでも話を聞きますよ。そうですよ、俺たちに遠慮なく相談してください。失敬だな、君たちは。日頃の行いを思い出してほしいけど、ここは突っ込まないでおこう。でも、もっともの話でしたね。こっから先は忙しくなりそうです。オープンカフェのメニュー、着ぐるみのパフォーマンス、クイズの問題も考えないといけない。特に一般人への周知は重要だ。着ぐるみが完成したといっても、稲上市の土地紙をモチーフにしてるなんて誰もわからない。その状態で学園祭に参加したところで、ただの着ぐるみだと認識されるだけだ。売上1位を達成するためには、着ぐるみが稲上市で認知されなければならない。他にも着ぐるみの正式名称も必要だし、学園祭まで残り1ヶ月、できることをやらなければいけないな。ところで、はい、生徒会長さんと何があったのかな。げ、やべ、まだ全然終わってなかった。私も興味がありますね。あー、やべえ。一語一句漏らさずに説明すべきだね。何があったと言われてもな。ただ単に買い物を手伝っただけなんだけど。ゆうくんは誰にでも優しいってことは知ってるよ。でもね、たまに勘違いする女の子もいると思うんだ。ゆうくんは僕と相思相愛なのに、部長さんみたいな泥棒猫さんも増えちゃうかもしれないよね。それっていけないよね。だからね、厳しく突き放すことも大切だよ。ゆうくんは僕にだけ優しくしてくれればいいんだよ。怖い怖い、その顔で近づかれたらものすごく怖いから。いつものことだけど、できれば寛容になってほしい。商店街で偶然会っただけだよ。そこまで突っ込まれなくても答えることなんてないってば。一級フラグ建築士。いや、本当に違うから。分かっています。困った人を見捨てられなかっただけですよね。そこまで大層な話じゃありませんけど。ですから、分かっています。ゆうやさんにその気はないんですよね。あわよくばなんて考えていませんよね。怖い怖い怖い。そうなんですよね。さゆりさんも顔が近いです。まさかここまで大げさな話になるとは。もしもあれで態度が軟化したなら、逆に褒めてほしい。とにかくだ、こっから先は本番だ。出し物のクオリティを上げ、ゆるキャラの知名度も上げる。後者の問題を考えれば1ヶ月は短いくらいだと思う。俺も雑用係として一生懸命やるから、みんなにも頑張ってほしい。ゆうくんのためならちょちょいのちょいだよ。郷土犬の部室は絶対に守るよ。おお。私たちで力を合わせれば不可能なんてありませんよね。ようやく立つスタートライン。物質の保守というゴールには程遠いけど、何事も最初の一歩からだ。残された時間を有効的に使って、確実に優勝できるように宣伝しまくるとしよう。目指すは売上1位のみ。ライバルを蹴散らして優勝するぞ。えいえい、おお。俺たち全員の力を合わせたら大丈夫。昔からそうやって多くの困難を乗り越えてきたんだから。騒ぐのなら外でやりなさい。すいません。大丈夫だよな、多分。いやー、いいね。ついに一つにまとまったね。郷土犬は本格的な活動に突入した。さゆりさんが料理を担当する以上、作業の半分はすでに終わったようなものだ。男料理しか作れない俺が手伝えるわけもなく、自然と別作業に関わるようになるわけで、目下の急務としては知名度ゼロの土地紙を宣伝しなければいけなかった。君たちに試練を与えるか。
部長っぽく言ってたけど、要は自分がめんどくさいから任せる的な意味だよね。いつものことだからな。稲上氏の歴史は表面的な部分しか分かっていない。学園の図書室は当然として、町の図書館まで足を運んだけど、今まで以上のことは書いていなかった。この町には誰もが知るような出来事がないせいか、ただ単に書き残した人が少なかったのか、土地神の名前が見当たらないって相当だよな。頼みの綱はさゆりさんの家にある古本だ。物が物だから無理に頼めないし、気長に待つしかない。そもそも解読するだけで大変だと思うけど。でも町内会長にお願いしなきゃいけないんだよね。僕らだけで大丈夫かな。商店街の宣伝に協力するんだ。ゆるキャラもこっちで用意したんだし、門前払いはないだろう。だといいんだけど。ここ数年商店街は大型店舗に押されて客数が減っている。どこでも聞く話ではあるけど、実際に目の当たりにしたら悲しいもので、いつも利用してるし、前から何かの力になれないかと思っていた。今回の目的は着ぐるみを商店街で使わせてもらうことだ。着ぐるみの知名度を上げるとともに、商店街の名物にして集客する。もしも成功すればどちらも損をしない。素直に言えばさゆりさんがお願いしたら早いんだけどな。さすがにそこまで頼るのもな。宮助は今でも稲上氏の有力者だ。さゆりさん自体でお願いすれば無限にはできない。料理に集中してもらうためにも、ここは俺たちでどうにかするしか。そうだよね。僕らの力があれば不可能なんてないもんね。っていうか、ゆるキャラの受け次第だけどな。俺は着ぐるみの頭部、はるかはそれ以外をカバンに詰めて運んでいる。生徒会長の反応悪くなかったし、この辺りは大丈夫だと思いたい。ここまで来たんだし、あとは慣れ次第だな。はるかは緊張しすぎ。説明は俺がするんだ。はるかは後ろに聞くだけなんだし、肩の力を抜くように。でも、もしも動く姿を要求されたりしたら大変だよ。バク転とか3回転半を要求されたりして、もしもできなかったら認めないとか言われちゃったり。どこのドアラだよ。それで肝心の場面で失敗して門前払い、着ぐるみも壊れちゃったりして、学園祭の出し物も禁止されたりして、最後はユウくんをねだられて一人ぼっちになっちゃうんだ。めんどくせえ。だから落ち着けって。小難しいことは考えない。交渉役は俺なんだからな。それにもうアポイントは取ったんだ。覚悟を決めていくぞ。目的地に近づけば近づくほど足が重くなる。はるか、仕方がないので途中から手をつないで町内会長の家まで向かっていった。何も要求されませんように。そこまで心配しなくてもいいと思うけどな。おお、雰囲気が まだかな。そわ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 。家に入ってからすごく待ったし、そろそろ来てもおかしくないよね。まだ10分ぐらいしか経ってないですよ。え、本当？僕の体感では30分ぐらい経ってたんだけど。いや、わからんでもないよ。そわ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 。俺たちは町内会長の家を訪れたものの、野暮用があるらしくて今で待たされていた。今の状態が落ち着かないのか、さっきからはるかはキョロキョロしている。僕、さっきからダメダメかも。あ、もともとだから大丈夫。とはいえ、俺も微妙に緊張してる。はるかのおかげで落ち着いていられるけど、ここは失敗しないように頑張らないといけないな。ああ、遅れてすまなかったね。あ、いい人そうだ。ああ、最近は足が重くてね、年を取りたくないものだよ。そう、よかった。町内会長いい人そうで。今に現れた人は温和そうなおじさんだった。町内会長と会ったことはないけど、今の状況からしてこの人がそうだろう。はじめまして。今日はわざわざお時間を取っていただき感謝しています。自分は郷土歴史研究会の副部長、如月優也です。今回は部長の代理で来ました。僕は席を立ち、町内会長に一礼。はるかも同じように挨拶するものの、慌てすぎたせいでガツン。何？思いっきり自分の膝をテーブルにぶつけてしまう。大丈夫か？平気。元気が良くて何よりだね。
すいません、家に来て早々騒いだりして。いいよいいよ、孔明の人が私を訪ねるなんて初めてだからね。ありがとうございます。この子は同じ部員のアリスエ・ハルカです。今日はよろしくお願いします。これはまたご丁寧に。こちらこそ。商店街を宣伝する話と聞いてるから楽しみにしてるよ。ご期待に添えるかどうかは分かりませんが、うまくいけば商店街の名物になると思います。自分のカバンから企画書のコピーを出して町内会長に手渡す。まずはこれをどうぞ。今回自分たちが学園祭でする出し物になります。ゆるキャラ喫茶。はい、どこにでもあるゆるキャラというわけではなくて郷土犬のオリジナルなんですけど、俺は事前に考えていた説明を町内会長に始めた。ここでどれだけ分かりやすく説明し、かつ魅力的に伝えられるかが運命の分かれ道になる。で、モチーフは稲神氏の土地神で、はるかも理解しているようで固唾を飲みながら見守っている。町内会長も話に耳を傾けてくれてるし、手応えは良好だ。そのまま緊張しつつも詰まることなく丁寧な説明を終える。残るは生徒会長の町内会長の評価だけ。俺たちが、戦々恐々としながら反応を待っていると。一つ聞きたいことがあるんだけどね。はい、何でしょうか。いくつかのパターンはすでに想定済みだ。町内会長がどんな質問をしようと必ず論破してみせる。ゆるキャラとはなんだね。おっと、はい、基本中の基本のさらに基本という質問。さすがにゆるキャラの意味を聞かれるとは思わなかったので反応が遅れてしまう。いやね、テレビでは何度か見かけるんだけど、ゆるキャラが何なのかよく知らないんだよ。なるほど。そうですね、文字通りゆるいキャラクターというか、見る人の心を和ませる雰囲気を持ったマスコットキャラですけど。つまり着ぐるみの別バージョンなんだね。そう思ってくれれば間違いありません。なるほど。何か気にかかることがありましたか。なんでもないよ。ただ昔のことを思い出しただけだから。この企画は悪くないと思うんだけど、ゆるキャラが商店街にいて宣伝になるのかい。知名度はゼロなので最初は効果が薄いと思います。でも街でチラシを配ったり商店街でキャンペーンでもすれば、このゆるキャラが有名になっていくはずです。見てわかる通り適度にゆるいですし、子供の人気者になるのは間違いないと思うんですけど。反応が悪い。ゆるキャラ自体の認知度は高いからすぐに受け入れると思ったけど、まさかほとんど知らないなんて。まずい。ゆるキャラに理解がない人だったら許可なんて絶対にしてくれないぞ。私もね、なんとかしたいと思っているんだよ。商店街は空前の灯火だからね。空前じゃないんだ。今までそれよりならキャンペーンやスタンプラリーをしたりしてお客さんをつなぎ止めようとしたんだけど、なかなかいい結果につながらないんだよ。自分は今も使ってます。地味に喜んでると思いますよ。みんながそう言ってくれると嬉しいんだけどね。町内会長は前からいろんなことをしているものの成功に結びついていないと話した。だからこそ今回の提案にも懐疑的なんだろう。可愛いキャラだとは思うんだけど、ただ歩くだけで集客になるかどうか。そこはパフォーマンスでカバーします。学園祭で客寄せする予定なので、その練習もさせてもらおうかと。どんなことをするんだい。おわって、それはですね、パフォーマンスの内容までは決めていないんだよな。はるかの運動神経なら大体のことはできるけど、着ぐみの状態でどこまでできるかわからないし、どう答えたらいいものか、誰でもできることじゃ納得してくれないだろうし。なんでもできます。え、そこでいきなり声を上げたはるか。だらだらと汗をかきながらとんでもないことを口にする。やばいな。次回行きましょう。楽しみに。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかでした。えいでした。またね。またな。いや、丁寧だったら最後のまたなも変えろよ。